どうも、人も馬も見れるさすらいの理学療法士、吉川修司です。今日はですね、先日患者さんが教えてくれたことについて語っていきたいかなと思います。まず、陰陽の話で言いますと、私というのは自分では自分のことを見ることができないので、陰になります。で、自分が見えている世界にいる人々は陽ということになりますので、陰主陽従の話からに従うと、陽、相手が自分のことを教えてくれるというのが大前提になるかなと思います。で、それで私は患者さんに教えてもらったことがあります。で、それはですね、先日患者さんのリハビリをしていますと、私基本的にボディーワークを中心に、私が言葉かけをして相手にやってもらうっていう、スタンスでやってもらってます。それでないと自立してもらえないと言いましょうか。自分で自分のことを良くするっていうことはしてくれないので、基本的には自分で動いてもらうことがメインになっております。で、先日、とある患者さん、結構長く見てる患者さんなんですけども、薄々感じてたことではあったんですけども、ある指示をする時も、例えば寝返りの指示をする時も、明らかに意識的にその腕をぶん回したり、足をぶん回したりして、前回そんなやり方やってないはずなのに、そのやり方で左右の寝返りをしてくれてたんですよね。見ればこれすぐわかると思うんですけども、明らかに意図的に、意識的になんかやってるなっていうのが見えました。で、それは見えてたんで、その動きはどれぐらい変わるかなみたいなことで、特に気にも留めず、そんなことなんだろうなと思ってやっていたんですけども、明らかにこの私の指示に対してのその動きの幅っていうのが本当に狭い。もう膝を完全進展するはずなのに、進展にも入らず途中でやめてしまうようなところだったので、私がちょっとこの足蹴ってくださいねって言ってガイドすれば完全に進展してくれるんですけども、やめちゃうとすぐなんか進展も途中でやめちゃって終わるような感じで、そのようなワークをずっと続けていってたんですよね。で、それでふと思ったんですよね。なんかもやもやした感じというか、ちょっと一瞬晴れたような感じがあって、自分こういうこの、やる気のないとかモチベーションのない人を引き上げるっていうところには本当に関心がないんだなっていうところに、改めて気づかされたというのが今回患者さんが教えてくれたことです。人によってはこの人見込みがある、この人は本当に悩んでるから手を差し伸べてあげて引っ張ってあげよう、そういうのが得意な人や、そういうのが好きな人も中にはいらっしゃるかと思います。私はそういうのには正直何も関心がないと言いましょうか。逆に手を差し伸べ助けてくださいと言ってきた人の手は握って引っ張ることはできるけども、私から手を引っ張り上げることっていうのは特に関心がない、興味がないということに気づきました。これは人によるとは思うんですよね。逆にその引っ張り上げられて本当に困っている人、私のように困っている人であれば救ってて、どん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 良くしていくのが得意、あるいは好きな人もいると思いますし、この人見込みあるのに全然やる気がないと言いましょうか。ちょっと尻に火つけると、ポンと0から1に上がってくれるような人を育てるとか、導くのが好きな人や得意な人っていうの、このパターン、どっちも得意っていうのもあるでしょうし、どっちもあんまり好きじゃないっていうのもあるかもしれません。私は今回の患者さんに教えてもらったことは、そういう01に関しては本当に興味がないというか、ただやる気のない人をやる気を出させるっていうところの労力っていうのが、私の中でそこに労力を費やすほど、情熱がないと言いましょうか。困ってない人であれば別に困ってないで、どうぞっていう形ですね。困ってきたって言ってくれれば助けようというようなスタンスが今の私のに合っていると言いましょうか。今の私のやりたいこと。で、やりたくないことはそういうやる気のない人、モチベーションの低い人を上げるっていうところは、したくないのかな。で、そんな気持ちで、それが昨日の出来事で、今日、7月の15日ですか、もうリハビリしていて、中にそんな感じの人もいたんですけども、そういう気持ち、前日にそういうふうに、私、そういう人間に興味がないっていうことを分かったので、もうそういう人に対しては、そういう、自分なりに、その人の、例えば寝返りですとか、頭を転がすとか、動きに
変化が見れればいいかなと思ってました。まあ、実際変化、こちら側が見れたので、相手がどう答えようとも、あ、変化してくれたなというところに楽しみは持ってます。ただその人が本当に良くなりたいかっていうところは、まあ別にもう本当に置いといて、自分の本当の楽しみ、そのボディーワークをやって、まあちょっと押し付けに近いのかもしれませんけども、まああえて、その相手のコンフォートゾーンから相手のラーニングゾーンに足を突っ込ませるようなワークとかレッスンをやることで、まあ、これぐらい体変わりますよねっていうふうに、まあ思考というよりも相手の肉体、潜在意識に語りかけるような形、まあそれいうふうに割り切ってしまうと、まあ意外となんかスムーズにいっているかなと思ってます。まあその後どうそれが進んでいくか分かりませんけども、まあ今後私の方針としてはそういう人ではなくて、もっと自分に助けを求めるというか、困っている人、自分に困ったということを伝えてきて、人に対しては救いの手を差し伸べてやっていこうかなと思っています。まあ当然これは病院の中、クリニックの中の理学療法士だからこそ、まあ成り立つものなのかもしれませんけども、私としてはそのスタンスで、まあ行こうかなと思っています。まあそんな陰陽の話、私が陰で相手が陽。その陽である患者さんが私に教えてくれた先日の出来事でした。以上です。